もさ、生活リズムが本当に最高なの。ホテル生活してから夜もすっと眠れるし、朝は眠いけど、もうヘトヘトで帰ってくるからすぐ眠れる、すぐ眠れるし、ね、しかもその布団が、あーもうお風呂疲れたから、お風呂朝から入ってシーツ洗えば大丈夫かの発想ができないから、シーツ変えれないから、だからさ、お風呂もテキパキ、結局どうせ入る運命だからテキパキさ動けるし、めっちゃいい生活、生活リズム的にはめっちゃいい、いい感じの、でもこの前さ暴言吐かれる夢見たの。最悪でしょ、ライブで暴言吐かれる夢見てさ、もう最悪、その日だけ最悪の目覚めだったけど、それ以外はだいたいスッと起きます、スッと起きます。髪ボソボソやん、後ろ髪が短いからか、何してもボソボソになる運命なのか、そりゃ仕方がないわな、ね、仕方ないことだわな。広島に帰ったらね、今年も曽太郎さんとイルミネーションの約束してるから楽しみ。毎年恒例の曽太郎とのイルミネーションが待ってる。毎日、相変わらず毎日テレビ電話をして寝ています。私がもうさ眠くすぎて、もう寝るねとか言ってんのに、なんか引き伸ばしてくる。やだとか言って、なんかそう、かわいいでしょ、やだ、引き伸ばされて、うん、昨日お風呂入る前も電話したのね。したらこの後またブスな状態で電話しようね。なんかお風呂入る前に電話するときさ、この後ブスな状態で電話しようねって言ってくるんやけどさ、メイクを落とすことをブスな状態っていうのおもろい。お互いブスな状態で電話してになってます。なんか人に、なんか私がさ変顔とかするからさ、よく曽太郎の前でしたら、人にこんなにキモいとかキショイとか言ったことない、パちゃんが初めてだよって言われて、何も嬉しくないんだけど、パちゃんが初めてだよって、なんかさ、それはなんか嬉しかったりするもんじゃないですか。こんなに好きになったアイドル、パセリ初めてだよとか言ったらめっちゃ嬉しいけどさ、こんなに人にキショイとか言ったの初めてだよってさ昨日言われてさ、何も嬉しくなかった。初めて嬉しくない称号をもらいました。私が変な行動ばっかりするから、やっぱさ稽古場では、稽古場ではさ、あの
猫をかぶって生きてるわけじゃないですか。やっぱさ、もう5年一緒にいる曽太郎とさ、まあ2週間の稽古場と同じさ、なんか変顔ができるわけじゃないじゃん。変顔とかしないじゃん、そもそも。だからもう、そう、日頃はさ、日中もできるけど、今その電話越ししか変な顔とかできないから、それをしてたらキモがられちゃう、キモがられてしまいました。優しくしてください。司会でファンの方に、大丈夫だよ、人付き合いはニコニコしてれば大丈夫だよって言われて、ニコニコと挨拶と返事ちゃんとそのしとけば大丈夫って言ったから、ニコニコしてます。ニコニコ、うん、ニコニコペコペコして、もう人間としての最低限の最低限のコミュニケーションを、この前なんかお話し会はさ、お話し会はさ、その自分のことをさ好いてくださってる方が来てくれるけんさ、なんかみんながこう話を一緒に楽しんでくれるけどさ、やっぱ稽古場っていうのはさ、皆さんお仕事で来てるわけじゃないですか。だからコミュニケーション大事、コミュニケーション能力が問われるから、私のそのコミュニケーション能力のなさがここに来て出てる、出始めてってか一緒出てるんですけど、ずっとそう、前髪固めずに行くって手もある。しかし雨だから固めます。雨なので頑丈にしていく。電車って人多い？雨の日。電車止まったりしたらどうしよう。少ない、あ、だから土曜日か、そうだった、そうでした、忘れてた、そうじゃん、3連休なんじゃん。何するんですか3連休、パセリとの予定のない3連休は何してお過ごしなの。皆さん、今年は佐賀のバルーンフェスタ中止なんだって。かな、お家でゆっくりするの。3連休に台風来るの嫌だね。もう消えたけど台風、バツ印になってたけど、でも雨はひどいし、あ、そっか、そうだわ、そうじゃん、今日千穂さんの私帰って昨日コメントで教えてもらったんだって。なんか京都でもある、京都でも私帰決まってる、すごくない、京都でイベント、すごいいいな。刑事ドラマ撮影地巡りとかできる？無理か。お渡ししたら帰るか。
真夜中は僕だけの時間だ。よし、 OK、 OK です。終わった、終わったよ、無事に。もう朝からメイクするだけで疲れます。ちょっと雨の日のスプレー難しい。もうちょっとしてた方がいいかな。崩れそうだな。崩れる。絶対すぐ崩れる雨。ちょっとほんととにかくビジュアル楽しみにしててくださいね。またの。もうね。でも私は、そのさ、心配なの、ちょっとみんな。みんながびっくりして、びっくりしちゃわないか心配なの。本当に。はぁ？ってなると、はぁ？え？ってなると思うから、それが心配なんよ。ん？みたいな。お？ってなると思うっけ？え、もう、もう、そう。楽しみにしてて。本当に本当に楽しみにしてて。もうインパクトすごいから。去年の池ちゃんのあのパリピちゃん、キャナの池ちゃんのパリピちゃんを見て、あ、ここの舞台の方々はアイドルでもこの格好するんだっていうのをみんな見ててください。いいですか、いいですか。よろしくお願いしますね。うん、ビジュアルでって最初どこいるかわからないぐらい、うん、絶対に最初、え、どれがパセリだってなると思うから、お楽しみに。ドキ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 。お、メール届いた？メール、そう、今日は7時半ぐらいに送った。今日は26分ぐらいに来たのか。なんか昨日遅かったよね、ちょっと予想外れたもん。18分予想してたら45分ぐらいに来た。予想大外れでした。ではみんな、みんなまたね、また夜配信で会おうね。今日も朝からありがとう、ヘアメイクに付き合ってくれて。ヘアメイク付き合ってもらっちゃって、ちょっとこれいらんかったな、固めちゃった。このピョロピョロいらんかった、ピョロピョロ収めたい。無理だ、入らないもん。じゃあ皆様、本日もありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。いい感じになりました。ちょっと前髪隙間空いてるけど。それじゃあまた夜配信で会おうね。一日体調に気をつけて過ごしてね。パセリあのね待ってるからね。雨にも気をつけてね。それじゃあ団長いきます。13位ワリちゃん、12位陣内さん、11位翼欲しいさん、10位春さん、9位ミックさん、8位渡辺さん、7位しんちゃんさん、6位クアドリさん、5位フクちゃん、4位アルテミスさん、3位ジェットさん、2位カメさん、1位 G2 さん、ありがとうございます。今日もお稽古頑張ります。行ってまいるよ。みんなも気をつけてね、一日。さよなら。
それじゃあねー、またねー。